熊本市動植物園では4月16日にグラントシマウマのオスの赤ちゃんが生まれました。ただいまから短い時間ではございますが30分間ほど公開いたします。元気に走り回る可愛らしい姿をご覧いただけますので、皆様お誘い合わせなので、錦糸校舎近く芝馬舎の前にお集まりくださいませ。繰り返し園内のお客様にお用紙物のご案内を申し上げます。熊本市動植物園では4月16日にグラントシマウマのオスの赤ちゃんが生まれました。ただいまから短い時間ではございますが30分間ほど公開いたします。元気に走り回る可愛らしい姿をご覧いただけますので、皆様お誘い合わせの上、錦糸校舎近くシマウマ舎の前にお集まりくださいませ。赤ちゃんですね。お願いいたしましたのが、赤ちゃんだ。先月は16日に生まれました。あっちの方が見られるよ。この子です。名前は海星と言います。耳に星と書いて海星くんです。じゃあ、あっちまで出てるね。福岡県会社の方に、ちょっとビデオの方を用意いたしまして、出産の方をちょっと確認したくて、撮っていたんですけども、びっくりしたのがですね、生まれて、10分したらもう立ち上がりました。だいたい図鑑の方には30分程度で立ち上がるって書いてあるんですけども、ビデオで確認したらもう10分したら立ち上がりました。おそらく外で生まれたならばもう30分すれば走り回るんじゃないかなと。そんなに元気でした。で、生まれた時は大体30キロぐらいですかね、重さに、重さとして。綺麗なヒマウマの柄で生まれています。そのまま生まれています。今よりも若干小さめでした。どうして赤くないか分からない。4月16日に生まれました。海星くん、今出てますね、赤ちゃん。30分程度ですが、今ちょっと出しておりますので、ご覧になればと思います。名前は海星くんです。立ち合いランド内に、男の子です。プレーンコーナーにおきまして、30分。3回目が、